完成です。すごく短時間でできるので、ぜひ皆さんもやってみてください。ヘアサロンベルのアンジと申します。今日は絹状のカールアイロンを使って3分でできる簡単な巻き方を紹介していきたいと思います。まず毛先をすべて外側にワンカールしていきます。少し上から熱を加えて癖を伸ばしてから先をくるっと外側にワンカールします。こんな感じです。後ろに向かってどんどん進んでいきます。後ろの毛は前に持ってくると巻きやすいです。少し上から通してくるっと、反対側も同じように巻いていきます。こんな感じで1ステップ目は終わりです。そしたら次に耳より前で髪を2等分に分けます。分けたら前の方の毛を少し上に手櫛でとかしてから外側に巻いていきます。ちょうど耳の真上のあたりからコテを入れてくるくると耳の上のあたりからコテを入れてくるくるっと巻きます。こんな感じです。反対側もやってみます。耳の前で髪を分けて手櫛で少し上に溶かしたらこの辺から挟んで感じです。したら次にこの顔周りのこの横の短い毛を上からコテを入れて外側に離します。こんな感じです。手を上から入れて感じです。前髪は真ん中の方に集めて櫛で一度溶かします。下から入れるのがおすすめです。しっかりまっすぐ伸ばしたら指で挟んで横から火傷しないように気をつけてコテを入れます。こんな感じです。で、熱が冷めないうちにちょっと整えます。流し前髪にしたい際は流したい方向にコテを抜いてあげるといいです。したらオイルをつけていきます。これは顔周りの下の方から毛先を中心につけていきます。このしっかり巻いたところには割とちゃんとつけてあげてください。梅雨の時期はオイルをつけると巻きが取れるのもちょっと早くなってしまいがちなんですけど、こう顔周りをしっかり巻いてあげることで結構持つので大丈夫です。前髪は全部にはつけずに半分に分けて一度ピンで留めます。で、残った下側には毛先にだけつけてあげます。そしたらオンして櫛で溶かします。こんな感じで完成です。すごく短時間でできるので、ぜひ皆さんもやってみてください。